たか。どうも、たけしアングラーのうちです。今回はシティバスを狙っていきたいと思います。ちょっと前に30分間ぐらい雨がザーッと降っていい感じに増水して濁りが入ってんで釣れるかもしれないですね。それじゃあやっていきます。トンネルの中にシティバスが入ってきてたら結構暑いんだけどね。トンネルの奥でザワザワやってんね。シティバスかな。入ってきてるね。トンネルの反対側から攻めてみます。コモも2の65。ゴミがすぐ引っかかっちゃうな。よし、出たー。飲んない。よし、飲んないね。次はガルバスリン。次は来るの70。あそこにいるでっかいやつ仕留めたいね。どうやったら釣れるんだろう。あえてダウ数180。
ジョイクロ128。よっ、出た。シャローアサシンの80。よし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 、いいサイズ。ミノは、さあランニング難しい、針1本だ。しかも外がかり、絶対バラしたくないよ。よっしゃー、ゲット。やっ、久々にシーバス釣れた。サイズ測ります。57センチ。3週間ぶりのシーバスやりました。よい。ルアーをミノーにしてから数頭で釣れました。お、来た。あ、バレた。ベイト追われてる感じがなくなってきたから移動しようかな。